画面の前の皆様、こんにちは、いつぼです。では今回はデッドバイデイライトをやっていきたいと思います。よろしくお願いします。今回はキラーでやっていきたいと思います。使いますのはこのシェイプですね。マイケル、そしてお兄ちゃんの、あだ名を持ってますね。そして今、ハロウィンイベントを開催しておりますね。10月31日から、11月4日の23時59分まで、やってますね。そしてこのイベント中にはこのパチャラの花弁、これをもらえるようになりますね。これをつけますと、生存者なら、パンプキンランタンのついた発電機を、通電、そしてキラー側では、パンプキンランタンのついたフックにかけると、その分、ブラッドポイントを追加でもらえますね。ではオファリングは今回はこれでいきたいと思います。そして持っていきますパークは、ちょっと今回は、お兄ちゃんの中でも変わったパークを行ってみたいと思います。一つ目は、鉄腕ですね。そして興奮、そして、このリージョンの狂気の根性、これは、生存者を運んでいるときに、攻撃が失敗してもクールダウンがなくなって、もし攻撃が当たった場合は、運ばれている生存者のもがきゲージが4秒間停止するパークですね。そして、バビエチリをつけていきたいと思います。ではアドオンを、これですね、レベル2の状態のこの内なる邪悪の時は、心音がダウンして、レベル3の時は心音がアップしてしまいますが、レベル2の時はかなり少なくなるので、これでいってみたいと思います。そして、これはオブセッションの生存者を凝視していると、内なる邪悪の増加率がかなりアップするやつですね。ではこれでいってみたいと思います。はい、生存者が4人で揃いましたね。メグが1人、でビルが1人、ドワイトが1人、そしてフェミンが1人ですね。ではやっていきましょう。今回のファイリングですね。経験値アップ、生存者4人が経験値アップ、そして私がイベントの、パチャラの仮面ですね。はい、場所はサファーケーションピットマクルミランエステートになりましたね。ではやっていきましょう。さあ、ここからじーっと見ていきましょう。木の間から見てたんですが、バレてしまいましたね。まず一撃、ドワイトですね。
さあこの、ファチャラの画面のフックがあんなところかなり離れてますね。さすがに届かなかったですね。ちょっと溜めておきましたね。ビルがいたんで、さあ、レベル3になった上に、まだレベル3ですから。間に合うでしょうかね。もうちょっとでしたね。あ、間に合いました。あ、これがアクセサリーですね。この目の前の、あ、ちょっと遠いでもここにしましょう。はい、こんにちは。やっと捕まえましたね。
いやはいひいやなんとか届きますね。さあ、一番向こうに人が集まってますね。見逃さなかったですね。何をしてるんですかね。ビルはよく発見するんですが、あと2人がなかなか見当たらないですね。向こうにいるんでしょうかね。ここは私が蹴ったっきりです。ここまだ火花が飛んでますね。全然止めるつもりが。
ラスが鳴ってたんで分かりましたね。おじいちゃんを蹴っておいて、じゃあここに着いて、ここでしたね。ではここをハッチを閉めて、間に合いましたね。はい、捕まえることができましたが、まあいいでしょう。今回は、見逃すことにしましょう。はい、またヤサオニ根性を出してしまったんですが、おそらく、ポイントは十分溜まったと思うので、ギリギリ一つポイントが溜まりましたね。ポイントは32,016点、そして、今、ブラッドポイント、2倍デーとなってますんで、64,000ポイントぐらいでしょうかね。さあ、そして、先ほどの、ちょっと説明し忘れた、アーカイブというのを紹介したいと思います。はい、これがアーカイブの、表になってますね。これが今やってるチャレンジ、プラットポイント5万ポイントを獲得する、今、先ほど貯めた32,016点、もうあと1戦やったらたまるかと思いますね。そして、これをどんどん進めていきますね。例えば、
私が終わらせたのでは、同じ発電機を2回破壊する、破壊するというのはキックを蹴りを入れることですね。発電機を6台、これも蹴りを入れることですね。で、8人、フックに吊るす、これ儀式をまたいでもいいので、とにかく8人吊るしたらこれがもらえましたね。そしてこちらの方は、生存者側ですね、合計2台の発電機を修理する。そしてこの次が、他の吊るされた生存者をフックから救出する。これは、怪我をした生存者を治療することですね。で、ポイントを貯めてこのリフトというところで、腐敗の、図液というんでしょうか、これですね、これを貯めて、カスタマイズアイテム、着せ替えですね、これをこのポイントで交換できることができますね。これを貯めて、着せ替える服や、そしてこのアクセサリーですね、こういうのを交換して、どんどんおしゃれにしていこうという感じでしょうかね。いかがでしたでしょうか。今回デッドバイデイライト、キラープレイ、お兄ちゃんでやっていきました。今、そのハロウィンイベントで、プラットポイントも2倍もらえておりますので、今ガンガンやってポイントを集めてますね。これで貯めて、今まであまり貯め、ポイントを貯めずにレベルアップしていなかった、キラー、そして、育てていても、さらに新しいパークをどんどん手に入れてますので、また私のキラーが、パワーアップしていきますね。では、またデッドバイデイライトやっていくときは頑張っていきたいと思いますので、どうぞご視聴よろしくお願いします。またその他にも、Xbox One のソフト、ワールドウォーゼットで、ブラッドステインド、リチョロボタナイト、 UFC3 など、Xbox のソフト、そしてレトロフリークを使いましたレトロゲーム実況なども、こちらの方もどんどんやっていくので、どうぞご視聴よろしくお願いします。今回ありがとうございました。うぞうでした。